あれ？それが気になるの？あ、いえ。あやとくんも少しは寺に興味を持ってくれたのかな。ここには慣れた？まだ少し変な感じがします。変な感じ？その、なんで僕がここにいるんだろうって思ってしまうし。アヤト君はラーゼホンの研究に協力してくれているんだから、いてくれないと困るけど。そうなんでしょうか。そうだ、僕がテラ本部を案内してあげるよ。もっとここのことを知れば気分も変わるかもしれないからね。そうかな。そうだよ、きっと。僕に任せて。やっぱり空中に映ってるって不思議だよ。ここに飛び込むとどうしてラーズホンに乗れるんだろう。アヤト、あんた暇そうだね。キムのことじーっと見ちゃって怪しいな。ヤグモさんにテラを案内してもらってるんだよ。え、いいな、私も案内してもらいたい。案内される必要ないじゃん。アヤト君、ヤグモ少佐と一緒だったの？テラを案内してもらってるんだよ。案内ならメグにしてもらえばいいのに。そっちの方がアヤト君だって嬉しいっしょ。少佐ってあれで割と鈍感なタイプなのよね。はっきりと案内はメグにしてもらいたいって言った方がいいよ。いえ、ヤグモさんで十分満足ですから。そうなの？少尉、異常はないですよね。はい、少佐、現在異常ありません。めぐみちゃんはいつも元気だよね。一緒に暮らしてみてどうだい？元気すぎてすぐ喧嘩になります。仲良しなんだね。え？ようこそ、テラの中心部、司令センターへ。ここがタイム、戦略研究機関だよ。僕、こういう施設って、もっと武骨なデザインなのかと思ってました。武骨って、どんなイメージだったの？もっとこう、周り中が機械って感じかな。まあ見かけはそうではないかな。緑も多いし、水場はあるし、エントランスみたいですよね。居心地がいいように計算されているんだろうね。でも一皮むけば機械だらけだとは思うよ。ここは最新技術の粋だからね。そうなんでしょうね。さあ、次の場所に行ってみよう。どんなのがあるのかな。あら、アヤト君も息抜きに来たの？息抜き？ここはそういう場所なんですか？
ヤグモさんに寺の中を案内してもらっているんですよ。案内なら私がしてあげたのに。二人で焼肉に行く相談してたんですか？エルフィーと一緒だと必ずそれだって思ってない？アヤト君、あれ違ったんですか？少年、保護者同伴でお出かけか？テラを案内してもらってるだけです。別にシトウと焼肉屋に行く相談をしていたんじゃないぞ。どこに飲みに行くかという話をだな。変わらないと思いますよ。正直なところ、カミナの隣に少佐がいると同い年の友達にしか見えんな。恐ろしい動画。エルフィーさん、それは。ハディアとチュイはよほどハルカさんと気があったんだろうね。会って間もないのに仲がいいよ。ハルカさんはハディアとチュイが赴任してから楽しそうだよね。ここはもう知ってるよね。ロビーですよね。そう、ここから各施設につながってるんだ。短い休憩を取るときはここで飲み物を飲んだりして息抜きしている人も多いね。へえ。テラでの支払いは全て ID カード精算になるからね。カードを通せば買えるよ。 ID カードですか？うん、アヤト君ももらったよね。あ、はい、もらいました。まあちょっと休みたいときにはここに来ればいいよ。さあ次に行ってみようか。何か私に用事かね？違います、ヤグモさんに中を案内してもらってるんです。ここは見るべきものなどないだろう、ヤグモ少佐。フヌギ司令のペットだよ。司令官、失礼します。アヤト君を案内して歩いているんです。司令官執務室。アヤト君も何度か来たことあるよね？ええ、まあ。文字通りクヌギ司令の執務室だから気軽に入ってこれる人は少ないみたいだよ。監察官殿を別にしてね。ヤグモさんは平気そうですけど。これでも結構緊張しているんだけど、そう見えない？見えません。うん、はっきり言われちゃったな。慣れの問題だよ。僕はクヌギ司令の副官として、司令が留守の時はここにいなきゃいけないから。クヌギさんがいない時はミチルちゃんの世話も任されてるしね。じゃあクヌギさんがいる時は？そりゃちゃんとクヌギ司令がやってるよ。そうなんですか。驚くことじゃないと思うけどな。飼い主なんだから当たり前でしょ。じゃあ次の場所に行こう。長官、先日はお土産ありがとうございました。
気にしないでくれ、趣味だからね。あれ、渡さん。おや、あやとくんじゃないか。惜しかったな、最後のお土産を配ってしまったとこでね。ヤグモくんに連れ回されているのかい。アヤトくんに各部屋を案内しているんですよ。ここは迎賓室、ほとんど使うことはないんだけど、やっぱり寺にもお客さんが来るから。あの観察官とか。ああ、あの人もお客さんではあるね。ここだけの話、あの人苦手なんだよね。僕もですだよね。とりあえずこの部屋に関してはそんなところかな。隣の部屋も見てみるかい。こっちの部屋もさっき案内した部屋と同じ接待用の部屋だね。似たような部屋があるんですね。うん、来客が一組とは限らないからね。ここはもういいよね。別の場所に行ってみようよ。ちゃん、検査だったのかな。ララオリン、オリンは総一が好き。ここはメディカルルーム。体調が悪いときはここで見てもらうといいよ。本格的に検査してくれるよ。それ、あんまり嬉しくないです。そうか、アヤト君はもう如月先生にいろいろ調べられてるよね。ええ、でもここって病院っぽい薬品の匂いとかしませんよね。随分機械化されてるからね。最新鋭の技術が集まっているらしいよ。如月博士や七森さんがよくこの部屋にいるよ。他に何か聞いておきたいことはない？いえ、特には。よし、じゃあ次の場所に行ってみようか。保護者付きだったのか。マクマホン少尉、未成年に飲酒はご法度ですよ。やだな、コーヒーを飲まないかって誘ってるんです。少佐、そうしてください。
コーヒーのいい香り。ここは喫茶室ですか？そう、ここはリフレッシュルームで、喫茶とそれから奥にはバーカウンターがあるんだ。バー、へえ、ここでお酒が飲めるんですか？非番の人ならね。ただし未成年はダメだよ。やっぱりね。お酒はダメでもソフトドリンクの種類は豊富だし、自販機よりは美味しいよ。軽い食事もできるから一度食べに来てみれば？そうですね。さて、それじゃあ次の場所に行ってみよう。君もここに荷物を置くのか？少佐、アヤト君を連れて何をしているんですか？あちこち案内しているところですよ。今から帰るとこですか？はい、今日は夜勤明けなんですよ。大丈夫？歩き疲れてないかい？あ、平気です。それよりこの部屋は？うん、ここはテラ職員のロッカールームだよ。休憩室にもなってるし、誰か職員を探すときは来てみるといいよ。隣は同じ作りでアルファ招待の控え室になってる。訓練してないときはこっちにいることも多いかな。まあこの部屋はこんなところかな。あまり変わったものも置いてないしね。あやとくんも空いてるロッカー使っていいんだよ。よもださんは意外なところにいるんだよな。みつね。驚かさないでくださいよ、よもださん。なぜ、少佐がこんなところに？そんなに驚くってことはサボって寝ていた？サボってたわけじゃないです。家に帰って寝るまで持たなくて、ちょっと仮眠を。ああ、よもださんも夜勤明けでしたね。あれ、ここは最初に僕が泊まった部屋みたいだ。ホテルみたいな部屋だよね。宿泊施設です。実は僕もたまに使わせてもらってるんだ。え？家に帰れない時もあるからさ。副官って大変なんですね。次行こうよ。
ラーズフォンが映ってる。おや、君の方から来てくれるとは嬉しいね、アヤト君。ヤグモ少佐、見学会？七森君、次の実験の用意はできているかな？はい先生、いつでも大丈夫です。あの、今日はそのために来たわけじゃ。綺麗な光景だと思わないかい？いらっしゃい、エイト君。なに？少佐はあなたの付き添いなの？先生はあなたの検査を待ってるみたいよ。わからないことばかりなのよね。アヤト君をあちこち案内している途中なんですよ。見応えあるよね。七森さんはご家族も研究者だったそうなんだ。科学者一族なんだろうね。全身調査室だよ。君にはもうおなじみかな。なじみってわけでは。如月博士や七森さんがここで 5AO パーツの調査をしているんだなんて見ればわかるよね。この遺跡自体もずっと調査対象なんだ。でも分かったことは少ないよ。細いキャットウォークがあるだろ。あれは調査のために設置されたんだけど、僕たち人類が近づける限界なんだよ。あそこから先は結界があってどうしても行けないんだ。水に眠る巨人は君以外の人間を拒んでいる。なぜ？この神殿もそうだけど、これは僕ら人間の手に余るものだなって時々思うよ。変なこと言っちゃったかな。気にしないでね。ここで最後だったっけ？結構歩くと広いんですね。うん、ちゃんと部署を把握しとかないとすぐに迷子になっちゃうからね。慣れるまでちょっと時間かかりそうです。まあゆっくり覚えていけばいいよ。そうですよね。そうします。おっと、もうこんな時間だ。アヤト君、また何かわからないことがあれば聞いてね。はい、今日はありがとうございました。うん、それじゃあ。よくも飽きずに毎朝寝坊できるわね。この家っていつ建てられたのかしら。相当古いわよね。寺の本部に勤めてるんだろ。ありゃあすごい建物だね。ラージャフォンっていうのね。見た目は彫像にしか見えないけど。ラージャフォンが来てから五木先生は大張り切りよ。ラージャフォン、とても興味深い研究対象だよ。
調べることはいくらでもある。七森くんがいて助かっているよ。私のコードネームはジャージャホースっていうの。そういえばなんでトンプーって言うんだっけ。マエストロってのは巨匠って意味よ。俺のコードネームは東の風と書いてトンプーだ。ジャジャホース、ジャジャ馬って意味だな。そのまんまだろ。彼はマエストロと呼ばれるに足る人物さ。私のコードネームはマエストロ。自分で名乗るのは少々恥ずかしいがね。トンプーというコードネームは中国の故事に由来しているんだ。ジャジャホースか。彼女の性格をよく表している。ああ、クワンさん。あいつにだけは負けたくない。ああ、クワンちゃん。あいつにだけは負けないぞ。私は案内なんてされてないぞ。マップを一枚渡されてそれだけだった。今度めぐみにでも案内してもらおうか。ヤグモさんにテラを案内してもらったんでしょ。いいなあ、私も案内してほしいなあ。テラ本部ビルの構造は理解できたかい。陸道さんの家からテラまでの道は遥香さんかめぐみちゃんに教わったんでしょ。知らないところに行っちゃダメよ。ちゃんと案内してもらった。寺の中には迷い込むと危険な場所もあるから、あなたに注意しておくようにって言われたの。寺の中で迷子になったりしたらみんなに笑われるわよ。私がまだ着任したばかりの頃、何を間違えたのか兵器管理庫に迷い込んでしまったことがあったのよ。どうだ、これが寺だ。ヤグモ少佐、カミナの案内ご苦労だった。寺には誤って迷い込むと危険な場所もある。覚えておきたまえ。